なんか前よりバッテコーナーすごい充実してませんし、はい、いいんですか。じゃこれ持ってもらって、これね、取られたらなくなっちゃう。ピカイチ。どうも、鈴木です。どうも、竹虎です。せーの、ピカイチ。今回はちょっと僕のモチベーション上げのために野球ショップへということで、はい、水野さん、はい、水野東京、水野東京しちゃいましたね。はい、早速回るかい。はい、よし。僕ね、ここね、一人でね、見に来たりもするんですよ。あ、そう。なんか前よりバッテコーナーすごい充実してますね。ここはね、俺もこの前来て、普通に、はい、これが新商品。ちょっと久々に来た。僕も借りてお持ちなしよ。すげえ。水野東京さん、こちら寄っていただいて、ブラストっていうあのスイングの軌道とかスイングスピードとかを測れるんですけど、やるかい。やりたいですけど、やばいね、自分の実力がバレちゃいます。ふふふ、初めてのブラスト。スイングスピードあんま速くない。ホームラン打つぐらいだからどうですか。おお、軌道が綺麗。あら、もうちょっといける。もうちょっといける。今でスイングスピード102。おいしょ。おお、分かった。ちょっとしか上がってない。106キロ。でも160とか踏めない。いや、そうね、プロの人もあれはおかしいから。109.1。どんどん上がるじゃん。あんまりスイングスピードを意識して振るってことあんまないじゃないですか。まあね、試合とかではないよね。すげえな、中学生でも132になって。あ、うまいね。そうだね。ピカイチ。田中マン君も出ます。あー、これね、新しくなったことによってここの日本入れがして出やすくなってるんですよね。博士僕はあれでしょ、20年後ぐらい、はい、この棚作るでしょ。ああ、作ってるかもしれないですね、趣味で。趣味すごいね。趣味の域の範囲内。あのショップ入る前のモチベーションが50だとしたら今どんぐらい。84ぐらいです。落ちてるね。徐々に上がってる。ちょっと刻んで。あっちにね、マックモデルの左上あるらしい。あ、これおお、これか。うわ、かっこいいな、やっぱ。こうも使えるし。これ似合うな。こうも使える。かっこよくて。おお、軟式を用って今ね、軟式用と思えないよ。皮がめちゃくちゃいいね。もう想像してますね、これを使って投げてる自分を。これだったら150キロぐらい投げれる。投げたいですよ、これで。これで投げたい。お？じゃあ買おう。え？じゃあ買おう。え？え？え？ちょっと待って。何事にもモチベーション。140キロを目指すにあたって、はい、そういうのも大事だから。はい、買おう。あ、そんな感じで。あ、いい色ですね。帰ってからやっぱり特にグラブはプレゼントしたいと。言ってましたね。ね、何かせっかくなんでっていう。そうそうそう、これ左あると思わなくて。確かに確かに。そうですよ、ね、でもこれしかないでしょうと。はい、むしろプロ選手が使うのはグラブ。すげえ。あ、長選手と石川。すげえ。すごい、軽い。やっぱり軽い。うわ、意外とパッ、思ったより握ってない。そうですね、固めのグラブ。すごい。いやこれサイン入りですし。そうですね。この2つプレゼントですか。ありがとうございます。あそこにさっき飾ってあったよ。ピカイチ。お。ちょっとこっちの方マークがあるので、今回こっちの方を中心に叩いてもらって、はい、まずこのトントンも行ってもらって、結構振動強いんでやってください。わー、結構結構きますよね、はい、もうちょっとこう広いだけで、よりこう補給も広く、はい、おー、でーやってる。あー、難しい。はい、いつも僕はね、ここをとりあえず掘る。あー、わあ、これで投げてるとこ早く見たいな。
いい。おい、今の良かった。ナイスボール。最後まで見てくれてありがとうございます。動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。バイバーイ。